標的確認、各班注意。己の無謀さを悔いろ。どんな思いでもここでは崩れ去っていく。永遠の意識は生命秩序の崩壊をもたらした。原配列の崩壊が止まらず、記憶をなくした人々は最後の安らぎも失った。秩序を失った世界は崩れ落ちていく。人々はそれぞれの方法で救いを求め、正解にたどり着くまでもがき続ける。この時をずっとずっと待っていた。今となってはもう逃げ道なの。都市まで逆原化が始まったのか。大崩壊も遠くないな。みんなの希望が私たちに託されている。時間だ。あの二人もそろそろ来るだろう。遅れてしまってすみません。崩壊症患者の手当てに時間がかかってしまって。また新しい患者。記憶消去と再構築のループ。俺はな、崩壊も輪廻も経験したくねえな。もしいつか俺が崩壊症になったら一発で楽にしてくれ。まあまあ、高純度クリスタルが手に入ればきっと地球に戻れるはずよ。新たな指令が届いた。コスモスタワーで PUS による改良したパブロクリスタルの生成が間もなく完了する。その高純度の結晶で時空の裂け目を開けるといい。俺が援護する。タワー内の警備は厳重だ。今回は別行動にする。私が注意を引く。あなたたちはクリスタルを。分かった。先生、もうすぐ終わりそうだね。ココナ教官、今回の生成が成功したら崩壊症は治せるのですか？だといいけどね。今の状況を見る限り予想純度に達してもせいぜい症状を抑えるぐらいだと思う。パブロクリスタルが固有状態になるとき、制御負荷の崩壊により原配列が破損する。だから理論上減衰なしの原配列再現は不可能。でも今回の実験では過去の理論を改良してブラックボックステストで崩壊を防いでる。生成室内の量子揺らぎの影響はプランク定数の30ルビオより低いから理論値の純度 100% を実現できるはず。 100%？ それならお父様は。フェイも理論上は崩壊症を治せると思ってる。崩壊症を治せたらお父様も本館のことを思い出してくれるでしょう。みんなも大事な思い出をなくさずに済むし、きっとシザーズもこの世界を受け入れるでしょう。もし平和が旅の終点だとすると、きっとすごく長い旅になる。でももしその覚悟ができたらね、崩壊症をなくすまでその初心を忘れずにいて。
防御システムに侵入した。このエリアは不安定のようだ。ここはいつ崩壊してもおかしくない。時間がない。私が誘導する。了解。壁に張り付いてそのまま壁面を走ってみよう。いいぞ、その調子で行こう。少し距離がある。減価してグライディングしよう。壁に張り付きそのまま進む。さすがラビーネ、見事だ。とはいえ崩壊の速度は速まっている。気をつけて。ここには通常の通路がない。減価しサイドステップを試してみよう。君に任せて正解だった。メレディスが褒めるなんて珍しいな。事実を述べているだけだ。気流によってグライディングだ。よくやった。コスモスの格納庫はこの先にある。警備ロボットはすでにミンに制御されている。今のうちに破壊せよ。タワーに侵入完了。各自計画通り。しまった、外部から侵入者が。よりにもよってこんな時に。フェイも心配だって。生成はもうすぐで終わる。学者の仕事は研究よ。シザーズが戦うってなら。ミシェル、今日は初の実践授業だよ。はい。イベットさんは作業に集中してください。シザーズのことは任せてください。さあ行くよ。隠れて。状況を確認。静かすぎる。何か見落としてる。
僕の教官、どうしましょうか。爆弾を解除する。P4 型の爆弾だ。前にやった訓練は覚えてる？構成は違う、プログラムが異なっています。違うって？解除に手間がかかるのに。設置場所に見張りがいない。シーザーズがやることじゃない。人為的な破壊庫、わざと私たちをここまでおびき寄せたんだ。時間を稼いでる。爆発までの時間。しまった。解除作業を続けて、私はイベットの方へ。はい。4時の方向。撤退だ。フェイガー、帰らせないって。行くぞ。